これらの馬は皆同じ毛色をしているが、それぞれ異なるマーキングをしているので別の馬と区別が付けられる。中、本校では馬の紐全体については取り扱わない。馬の紐の色については馬の毛色を参照のこと。馬のマーキングとは馬の性別、毛色、白藩、戦後及びその他の特徴のうち性別、毛色を除いた馬それぞれの特徴のことである。 馬の個体識別に用いられる。通常馬のマーキングは、足毛や透け目毛などの明るい色の馬を除き、褐色のベースカラーに特徴的な白い模様の部位を持つ。大部分の馬はいくつかのマーキングを持ち、そしてそれらは馬の個体識別に役立つ。マーキングは出生時にはすでに存在して一生変わることがない。馬が成長したり、毛が生え変わったりした時、 マーキングがわずかに変わったかのように見えることがある。しかし違いは単に紐の長さに要因があって、マーキングの下地が変わるわけではない。主要な顔のマーキング顔のマーキングは通常場所と形状によって表される。複数のマーキングがある場合はそれぞれ別に名を付けられる。顔のマーキングは以下のものの組み合わせから成り立つ。 右の図を解説すると、以下の通りとなる。支部のマーキング足のマーキングは、通常、白斑の最も高い位置と形状によって区別される。右の図を解説すると、以下の通りとなる。白髪で白斑を呈するには至らない程度の場合を、死もうという。この馬には腹部に白斑がある。また顔は対策であり足の三本が、長白である。頭部、支部以外のもの。 親指より小さい縁を小白斑という。線毛とは、毛が傾斜して生えており毛流れができてその中心部が渦巻き様を呈しているものを指す。いわゆる、つむじである。線毛は、出生時から一生変化しない。線毛は、おおよそ7種類あることが知られているが実際には、それらが複合して複雑な形状をなす場合がある。 白藩以外のブチ模様で明確であるものである。ベンドア藩馬体の後半部にベンドア藩がいくつか見られる。ベンドア藩とは19世紀末に活躍したサラブレッドの競争馬ベンドアについていたことから命名された体表に現れる黒い小さな藩天である。出現は稀である。あるカスゲ馬にはベンドア藩に似た黒い毛の部分を持つことがあるが遺伝子上は 無関係とされる。メディスンハット青い目をした。メディスンハットの馬。メディスンハットはピントの一種で、顔は白いが頭部と耳が暗褐色を呈するもの。名称は医療用の帽子という意味。しばしば片目あるいは両目が青いことがある。イワオチートは体の一部が陥没して往状になっているものである。傷跡で特に顕著なもの。馬の首につけられた。 凍結楽院。馬にとって痛みがほとんどないのが特徴。馬の焼き印。馬の個体識別のために人間によって恋につけられた入れ墨、または楽院。楽院には凍結楽院と焼き印がある。北アメリカの競争場においては入れ墨が施され、オーストラリアニュージーランドでは凍結楽院を主に用いる。 この場合左肩には生産者の印が、右肩には出生番号とその株に出生年の末尾を示す、落印が用いられる。和眼輪眼とは、白目の部分が、大体目の周りを取り囲んでいるものである。魚目、魚目を持つ馬。魚目とは、交際の色素が欠乏し、黒目が青く見えるものである。透け目毛の馬の目が魚目である。JRA。 日本軽手馬登録協会、地方競馬全国協会では2007年より個体識別のためのマイクロチップ導入を行っている。イギリスワイルランドではすでに1999年から行われており、浅草田園、混合力使用はマイクロチップが埋め込まれた状態で輸入された。15桁の固有のデータが書き込まれた直径2ト、mm、ル 長さ1 4 6ト、mm、ルの IC チップを体内に埋め込む。専用の読み取り機で内容を読み取ることができる。安全性が高く、改ざんも不可能なことから高い信頼性を実現している。マイクロチップ導入による個体識別は、決闘審査の際、競争場の登録、種付けの際、競り市場、競馬場への入球 競馬当日の草案書に入った際など様々なケースで利用される。国産馬ではディープインパクトがマイクロチップ導入第1号となった。桜井保家2004118ページ。ザ、e ・メディシン・ハット・ホース。equiworld.net2009 年1月9日閲覧。競争馬の個体判別にマイクロチップ導入へ。 ラジオ日経2009年1月10日閲覧ディープインパクトマイクロチップ導入第1号にネットキバコム2009年1月10日閲覧ありがとうございます